天にいらっしゃいます父なる神様、この1週間の私ども旅路をあなたが共にいてお伝えくださいましたこと、心より感謝いたします。また礼拝に私どもをお招きくださっていること感謝いたします。この礼拝のひととき、あなたの恵みを思い起こし共に賛美するときとしてくださいことに、本日はイエス・キリストの犠牲とその犠牲によって救われた恵みに感謝し献身する先祖聖餐式を行います。改めてあなたの恵みによって救われたことを思い起こし感謝し献身するときとしてくださいますように。またおいでになれない方々のことも覚えます。安息日の主をどうか共にいてくださり、安息日の癒しとまた平安とをお与えくださいますように。主が共にいてくださいますこと、心より感謝いたします。この祈りを主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。肌寒い朝ではありますが、皆様と共に礼拝できますことを感謝したいと思います。それでは聖書朗読をいたします。今朝選ばれました御言葉はマルコによる福音書16章19節20節、マルコによる福音書16章19節20節です。新約聖書の口語訳では81ページ、新共同訳では98ページとなります。それでは口語訳聖書で拝読いたします。主イエスは彼らに語り終わってから天に上げられ、神の右に座られた。弟子たちは出て行って至るところで福音を述べ伝えた。主も彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持ってその確かなことをお示しになった。開会賛美歌7番、開会賛美歌7番を共に賛美いたしましょう。どうぞご起立ください。
ではひざまずいていただくかお座りになっていただいて、共にお祈りを捧げしたいと思います。私たちの創造主である天の神様、一週間の私たちの歩みをお守りくださいまして、安息日の祝福を一人一人にお与えくださいますことを感謝いたします。一週間あなたの目にはふさわしくないことも数多くありました。どうぞあなたが私たち一人一人を清めてくださり、あなたの前にふさわしいものとさせてください。また一週間さまざまなことがありました。心の中にある思い悩みをどうぞあなたにお委ねし、この礼拝の時間、あなたとの良き交わりの時間とさせてください。今朝御言葉を取り継いでくださる近藤先生を強め、あなたが語るべきことを語らせてくださいますようにお願いいたします。また聞く私たちの心を備えてくださり、一人一人に必要なメッセージとしてくださいますように、御言葉をもって私たちを養ってくださり、来たる一週間この御言葉をもって生活していくことができますように、この礼拝にさまざまな事情で参加できない方々がいらっしゃいます。どうぞ私たちと同じ祝福をお一人お一人にお与えください。また困難に直面している方々が多くいらっしゃいます。特に地震で被災された方、紛争の中にある方、また病の中にある方々のことを覚えております。安息日の平安と祝福と、また癒しとお与えくださいますように、そして必要な助けをお与えください。この礼拝の時間、すべてあなたにお委ねし、愛する主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは礼拝献金を捧げしたいと思います。この礼拝献金は日本または世界の伝道のため、また教会のために用いられます。11その他諸献金をご準備の方は共にお捧げくださいますようお願いいたします。ではお祈りをいたします。天の神様、一週間の私たちの生活をお支えくださいましたことを感謝いたします。あなたからの恵みのうちからわずかばかりではありますが、あなたにお返ししようとしております。どうかこの献金をあなたが有効に用いてくださいますように、捧げくださるお一人お一人を豊かに祝福し、その生活を支えくださいますよう感謝して、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
子どもの話がございます。小学生以下の皆さんは、お子様たちはぜひ前の方にお集まりください。近藤先生がお話をしてくださいます。今日はですね、私にとってとっても大事なものを一つご紹介したいと思います。これです。字が書いてありますね。ピリピ人への手紙の4章6節7節の言葉が書いてあります。死は近い、何事も思い煩ってはならないと書いてある有名な言葉が書いてあるんですが、これはですね、私にとってとっても大切なものなんです。その一つと言った方がいいかな。なぜかというと、私がですね、牧師になった時に父が喜んでくれてですね、書いてくれたんです。この四角いね、色紙っていうんだけども、こんなふうに聖書の言葉を書いたものを何十枚も書いてくれてですね、君がバプテスマを授ける時、そのバプテスマを受ける人にこれをプレゼントしなさいと言って、とても喜んでこれを書いてくれたんですね。たくさん、もうほとんどなくなって、残されていてもう皆さんにあげれなくなってしまったんですが、大事なプレゼントなんです、父からですね。でもうこれは作れないんです。なぜかっていうと、父は16年前に亡くなりました。ですので、思い出すたび、これを見るたびにですね、私の父がどんな思いでこれを書いてくれたのかなっていうのを思い出して、また牧師になった初めの頃を思い出して、また神様のために、みんなのために頑張ろうっていう思いになります。実はイエス様もですね、私たちに神様はないよ、イエス様はないよ、忘れないようにというので残してくれたものがあるんですね。それが今日この後行います千束聖餐式です。今から2000年ぐらい前、エルサレムという町では杉越のお祭りがありました。毎年今でも祝われています。今年は4月23日だったと思います。そのお祭りの夜のお祝いの食事のためにイエス様とお弟子さんたちが集まっているところで、突然イエス様がですね、お弟子さんの足を洗い始めたんです。お弟子さんたちびっくりしました。この絵は昔の画家さんが描いた絵で、イエス様が足を洗っているそのお弟子さんはペテロさんだと言われています。すごくなんか怖い顔といいますか、神妙な顔して洗ってもらってますね。なぜかというと、ペテロさん、いやいや、イエス様が足を洗うなんてとんでもないですって言ったんですね。なぜかというと、当時外から来た人、大体みんな裸足かサンダルです。足すごく汚れてるんです。ですので、足を洗ってあげるっていうサービスがあったんですね。それをするのは最も身分の低い人がやることでした。それをイエス様が、先生であるイエス様が始めたんですね。だからペテロさん、いやいやいや、先生ちょっとって言ったんですが、イエス様はもう今やらせてくださいと言って、お弟子さんの足を、ペテロさんの足も、この後裏切るユダさんの足も洗いました。そして食事になりました。お祭りの時の食事はぺったんこのパンを食べます。そのパンを取って不思議なことを言ったんですね。これはあなた方のために与えられる私の体です。このパンは私の体のことを表してるんですよと言いました。そしてその後ですね、ブドウジュースも、赤色のするブドウジュースも一緒に飲みました。その時に、罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血だと言いました。何言ってんだろう、みんな思ったと思います。
最後にイエス様はですね、私の記念としてこんなふうにこれからも行いなさいと言いました。足を洗うこともあなた方も私に習って互いに洗い合いなさいとおっしゃいました。この足を洗うこと、パンとブドウジュースは何を教えているかというと、これはみんなイエス様の十字架を意味していました。足を共に洗い合うこと、そしてパンを食べたりブドウジュースを飲むことでイエス様の十字架を思い出すようにということだったんですね。パンは十字架で釘打たれて槍で刺されたイエス様の体を表しました。そして赤いブドウジュースは十字架で流されたイエス様の血を表しています。ちょっとそう思うとちょっとゾッとしますね。赤いブドウジュース、また最も身分の低い人が行う足を洗うということをイエス様がしたということは、神様であるにもかかわらず人となって十字架にかかり、私たちの代わりに罪の責任を負ってくださって、私たちを許してくださり、神様と一緒に生きる子供としてくださるということを表しているんですね。そして何より十字架は私たちのために命を与えてくださるぐらい、イエス様は私たちのことを愛してくださっているっていうことを教えてくれる印なんですね。このことを忘れないように、いつも足を洗うこと、そしてパンとブドウ酒を食べて飲むとき、この先祖聖餐式を行って思い出すように、イエス様はこれからもやってねって残してくださったんですね。今日礼拝の中で先祖聖餐式が行われます。式を見学するとき、あるいは参加するとき、イエス様が私たちをお救いくださるために人となって十字架で命を懸けてくださったこと、それぐらい私たちは大切な神様の子供であること、覚えて感謝いたしましょう。先生のお話は以上です。本日の礼拝説教は、当教会主任牧師の近藤光健先生によりまして、共に働かれる神と題してメッセージを取り次いでいただきます。その前に、聖歌隊によって献唱がございます。
今日の礼拝では先祖清算式を行います。改めて私の救いのために主が成し遂げてくださったことを思い起こし感謝し心を捧げる献身の時にいたしたいと思います。さて今先ほど子どもの皆様にお話ししましたようにイエス様は十字架にかかられる前の最後の食事の席で忍耐強い神様の愛を身をもってお示しくださいました。そして彼らのみならず多くの人々が救われて神様と共に生きるものとなるために旧約聖書で約束された通りに十字架に向かわれご自身を捧げてくださいました。その犠牲による許しによって私たちは神様と共に生きる神の国の民の一員とされました。イエス様が願われていたことはご自身の命によって私たちが神様と共にあって新しい命に生きることです。だから復活した後も復活を信じることができず怯えて異室にこもっていた弟子たちとお会いになってご自分のもとにお招きくださいました。ことにイエス様に聞こえるぐらい近いところでイエス様との関係を否定したペテロを名指しでお招きくださいました。その様子がマルコの16章の最初の方に出ておりました。おそらくそうしなければペテロはイエス様のもとに行くことはできなかっただろうと思います。しかし招かれた弟子たちはどうだったかといいますとなかなか信じられないんですね。マグダラのマリア、そして2名の弟子たちの証言があったにもかかわらず、イエス様の復活を信じることができず、エルサレムの一室にこもっておりました。そこにイエス様ご自身が現れてくださり、信じることができない彼らにご自身を示しくださって、世界宣教へとお招きくださいました。そればかりか、イエス様についていけず、自信を失い、宣教者の資格すらないとおそらく考えていたであろう弟子たちに彼らがイエス様を信じ確信を持って宣教に携わることができるよう印をもお与えくださると約束されました。マルコの16章の15節からのところをお読みいたします。そして彼らに言われた。全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えよ。信じてバプテスマを受ける者は救われる。しかし不信仰の者は罪に定められる。信じる者にはこのような印が伴う。すなわち、彼らは私の名で悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をつかむであろう。また毒を飲んでも決して害を受けない。病人に手を置けば癒される。印としてですね、悪霊を追い出す、新しい言葉を語る、蛇と毒への対処、そしてまた病人の癒しといったことが挙げられています。今日は一つ一つ見ていきませんが、実はこれらは皆、使徒行伝において、イエス様の弟子と、後に使徒となって活動したパウロにおいて、なされているんですね。イエス様は彼らにこれらの印も約束されて、世界宣教へと、送り出してくださいました。しかしこれらの印はですね、これ今読んだだけでもかなりインパクトのある印です。これらの印が行われたならばさぞかし伝道は爆発的に進んだろう、と思われるかもしれませんが、使徒行伝の記述を読むと、確かにこれらの奇跡は人々を驚かせて影響を与えたわけなんですけれども、それでもですね、この印を経験しても信じない人々がおり、むしろ激しい弾圧すら起こったことが記録されているんですね。例えば、ピリピで伝道していたパウロが、占いをして主人に利益をもたらしていた女奴隷からですね、この約束の通り悪霊を追い出すということが、使徒行伝16章に出てきます。追い出したことによってですね、その悪霊によってやっていた占いの力を失った
女奴隷によってそれまで利益を得たわけなんですけれども、利益を得ることができなくなったためにですね、この奴隷の主人たちがパウロとシラスを捕らえて町の長官のところに連れて訴えてですね、牢獄に入れるという事件が起こっているんですね。このようにイエス様が約束された印は初代の宣教者に確信を与え、主が共にいて働かれる印となったんですが、同時にですね、これらの印はそれでも信じず、むしろ激しく抵抗し弾圧を受けることも起こりうるというですね、宣教における困難さも実は暗示しているんですね。しかしイエス様はですね、時として激しい反対にも遭う宣教の困難さの中に、ただ彼らだけを頑張ってねと言って送り出したわけではなかったんですね。それが今朝読んだ場所に描かれています。この後の19節20節をお読みいたします。主イエスは彼らに語り終わってから天に上げられ神の右に座られた。弟子たちは出て行って至る所で福音を述べ伝えた。主も彼らと共に働き御言葉に伴う印を持ってその確かなことをお示しになった。イエス様は復活後大体40日ほど弟子たちと共に過ごされて、弟子たちを育んだ後天に上げられて父なる神の右に座したとあります。あとはその後ですね、君たちに託したから頑張ってねというように弟子たちにそのまま任せたというわけではなかったようなんですね。20節に天の右に座しておられるだけでなくて、主も彼らと共に働かれたとあります。各地に出て行った彼らと主はいつもどこでも共におられて、彼らの宣教の働きをお支えくださいました。彼らが経験した約束された印というのはそのことを確かなことであることを示す印だったんですね。これらの印を持って弟子たちに確信を与えくださり、困難な状況にあっても主が共に働いてくださり、一人一人を神の国にお招きくださって、神様と共に生きるものとしてくださることをお示しくださいました。先ほどお話しましたピリピで投獄されたパウロとシラスですけれども、この投獄はただ不幸な出来事、困難な出来事だけではありませんでした。牢獄に入れられている時に地震が起こりました。地震によって牢獄の扉が開いたことで、すべての囚人たちが逃げ出したと思い込んだゴクリが自らの命を絶とうといたしました。それをパウロが止めて救ったんですね。それが縁になってこのゴクリはパウロを自宅に招いて、家族にもパウロの話を聞かせて、ゴクリとその家族が皆キリストを信じてバプテスマを受けました。このような困難の中にあっても主は共に働いておられて、投獄されたことをも伝道の機会となさいました。このように共に働かれる主イエスによって神の国の良き知らせが伝えられていき、神様と共に歩む神の国の民が加えられていったのです。ちなみに予告ですが、4月以降の私と高橋牧師の説教はこの後のその引き継いでいった弟子たちパウロの働きを描いている使徒行伝を順番に読んでいく予定です。今もイエス様は生きておられて共に働いてくださいます。そして十字架で亡くされたご自身の犠牲をもって天において取りなしていてくださいます。その取りなしにより私たちの罪が許され清められ、神様と共に生きるものとしてくださっています。これより先祖清算式を行いますが、改めて主イエスによって私たちが救われたこと、また聖霊によって主が共におられて親しく私たちと交わりくださり、また一歩一歩私たちを育ててくださることを覚え感謝いたしましょう。そしてこの街道を参ずるとき、
私たちと共にいて働いてくださるイエス様は、これからも私の歩みにおいて共にいてくださり、弟子たちを送られたように誰かのもとに私たちをも送ってくださり、その方の救いのためにお持ちくださいます。それは私の家族かもしれません、あるいは職場の同僚やですね、友人かもしれません。聖霊によってイエス様も親しく私たちと共にいてくださり、これらの人々の救いのために私たちと共に働いて助けてくださいます。そのことに感謝し、それぞれの場において主イエスを証しするものでありたいと思います。それではこれより宣誓式に入ります。私がまず代表してお祈りいたします。その後宣誓式の会場に移動していただいて、それぞれ2人なし3人の組になって宣誓式をなさってください。またお互いにお祈りなされたい方は、ぜひお互いにお祈りなさってくださっても構いません。それでは宣誓式に別れる前にお祈りを捧げます。皆様ご一緒に祈りに加わってください。天におられます父なる神様、お約束された通り御子イエス様を送ってくださったことに感謝いたします。そしてイエス様、私どものために身をかがめて十字架に向かわれた、そのイエス様の十字架に表された謙遜さと真実の愛によって私どもは救われております。そしてまた私を清めてくださいますことを感謝いたします。これよりイエス様の模範に示され、模範をイエス様が示してくださり、私たちに習うように命じられたように互いに足を洗い合います。私どもが足を洗うとき、主に仕える思いを持って足を洗うことができますように、また足を洗っていただくとき、主が私たちの罪を許し清めるために十字架の死に至るまでへり下られたことを思い起こし感謝することができますよう導きください。そしてこの式を通して主に習い、私どもも神様に仕え互いに仕え合うものとしてくださいますように、この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。これより別れますが、2階集会室が女性、また集会室の道路側でご夫妻家族で宣誓式を行ってください。また男性は玄関です。足の悪い方はですね、副牧室にも用意がありますので、そちらをご利用になってください。また聖歌隊の女性の皆様、クリニックに用意してありますので、そちらをご利用ください。また女性の多い場合ですね、クリニックも利用できるようにしておりますので、そちらもご利用になってください。それではそれぞれの場所に分かれて宣誓式を行いましょう。
ああ。それでは賛美のうちに聖餐式を迎えたいと思います。賛美歌の273番の A を最初に賛美いたしましょう。我が友
331番を賛美いたしましょう。時間が来ましたので瞑想のうちに聖餐式を迎えたいと思います。はじめに心のマナをお読みいたします。この大祭司は私たちの弱さを思いやることのできないような方ではない。罪は犯されなかったが、すべてのことについて私たちと同じように試練に遭われたのである。だから私たちは憐れみを受け、また恵みに預かって時期を得た助けを受けるためにはばかることなく恵みの御座に近づこうではないか。この式に預かるとき、ご臨在くださる聖霊の導きによって私のために命を十字架で捧げられた救い主であると同時に、天の聖女において大祭司として取りなしておられる主イエスのお姿を瞑想しつつ、私どものうちにあるすべての罪を主に お委ねし、主の招きに応じて心を開くことの言い表しとして、キリストの体と血の象徴であるパンとブドウジュースを受け取りましょう。そして共に働かれる主に仕え、その戒めを守り、互いに仕え合うものとしてくださることを願い求めましょう。時間になったので、イエスは食卓に疲れ、使徒たちも共に席についていた。イエスは彼らに言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方とこの杉越の食事をしようと切に望んでいた。あなた方に言っておくが、神の国で杉越が成就する時まで私は二度とこの杉越の食事をすることはない。そして杯を取り感謝して言われた。これを取って互いに分けて飲め。あなた方に言っておくが、今から後神の国が来るまでは私はブドウの実から作ったものを一切飲まない。またパンを取り感謝してこれを裂き弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。アーメン。それではパンの祝福の祈りを平野長老に捧げてもらいます。私どもはひざまずきますが、皆様はそのまま姿勢でお祈りに加わってください。天におられます父なる神様、聖餐式に今預かり、このようにして聖餐の式を執り行うことができますことを感謝いたします。あなたがお定めくださいましたこの式を通して、あなたが私たちをお迎えに来てくださる時までこの式を保ち、また私たちの信仰を強めてください。
今日ここにあるパンを特別に覚え祝福してくださいますようお願いいたします。またこの式に預かる皆様の上にあなたからの誠の霊を注いでくださり、どうぞこの式を最後まであなたの御手にお委ねすることができますように、そしてあなたがお迎えに来る日まで、また死に至るまでこの信仰を守り導いてくださり、またこの希望を確信へと変えてくださいますようにお願いいたします。感謝し愛する主イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。あなたの先祖は荒野でマナを食べたが死んでしまった。しかし天から下ってきたパンを食べる人は決して死ぬことはない。私は天から下ってきた生きたパンである。それを食べる者はいつまでも生きるであろう。私が与えるパンは世の命のために与える私の肉である。
取って食べよ、これは私の体である。感謝していただきましょう。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流す私の血で立てられる新しい契約である。アーメン。杯の感謝の祈りを西野長老に捧げていただきます。皆様もそのままで祈りに加わってください。イエス・キリストさえも私たちにお与えくださいました。そして十字架で私たちのために血を流してくださり、その血によって私たちは贖われ救われました。感謝いたします。その十字架で流されました血を象徴するブドウ汁をいただこうとしております。あなたの犠牲を思い、感謝と喜びを持ってこのブドウ汁をいただくことができますように、この式に参加されているお一人お一人の上にあなたからの豊かな祝福がありますよう、感謝して愛するイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。神はその一人子を世に遣わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのである。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私の罪のために贖いの供え物として御子を遣わしになった。ここに愛がある。
愛する者たちよ、神がこのように私たちを愛してくださったのであるから、私たちも互いに愛し合うべきである。皆この杯から飲め、これは罪の許しを得させるようにと、多くの人のために流す私の契約の血である。アーメン。いただきましょう。一度は賛美を歌った後、オリーブ山に登ったとあります。私ども感謝し、また献身の思いを新たにし、共に502番を賛美いたしましょう。
します。ご慈愛深い父なる神様、あなたの憐れみをもって私どもを招き聖餐式に預からせてくださいました。深く感謝いたします。この式を通してまた御子イエス様との絆を固くしてくださり、罪の許しと永遠の命を約束してくださいました。そして御国を受け継ぐ希望を新たにしてくださいました。感謝いたします。今聖霊の助けにより感謝を持って私どもの身を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。どうかあなたの恵みで心を満たしてくださり、私どもを主イエスの信仰に倣って生きるものとしてください。そして弟子たちと共に働いてくださったように、主イエスがおいでになる時まで私どもとも共にいてくださり、主の救いを告げるものとしてくださいますように。願わくは神の愛、主イエスキリストの恵み、聖霊の交わりが私ども一同と共にありますように。アーメン。